今日益田市の吉田小学校に贈られたのは、野球しようぜメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手から届いたグローブです。先月大谷選手は SNS で野球を通じて元気に楽しく日々を過ごしてもらえたらと、全国およそ2万校の小学校に3つずつ野球のグローブを寄贈することを発表。益田市にも今日大谷選手のサインが印刷された右利き用2つ、左利き用1つが到着。児童らは早速キャッチボールを楽しみ、特別なクリスマスプレゼントに嬉しそうな様子でした。大谷選手から贈られるってことがまずすごい。そう、クリスマスにちょうどね、もう本当いろいろ重なってすごい嬉しいですよ。大事に保管して、でもしっかり使っていきたいなって。とても使いやすくて、まあ、ずっと野球を続けたいと思いました。大谷選手を超えるように頑張ります。吉田小学校では、児童の要望を聞きながら使い方を決めたいとしています。大谷選手、ありがとう。大谷選手のグローブはこちらにも。ありがとうございます。島根県飯南町の教育委員会にも、町内4つの小学校に宛てたグローブが今日届けられました。おー、これですか。これタグ、欲しいですねグローブには大谷選手のメッセージが添えられていました。私はこのグローブが私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。野球しようぜ大谷翔平。いただきました。飯南町では小学校が冬休みに入っているため、来年1月9日の始業式の後、児童たちにお披露目するほか、スポーツ少年団の体験会などでこのグローブを活用する予定にしています。この大谷選手の思いが一過性で終わらず、今からいろんなスポーツ、野球もちろんですけども、いろんなスポーツに子どもたちが取り組めるきっかけにしたいと思っています。大人も笑顔になる贈り物。満面の大谷スマイルでお願いします。はい、チーズ、はい。飯南町では雪がなくなる春まで公民館に展示し、多くの人がグローブに触れる機会を作るということです。